特に消費量が多く国民生活に重要な野菜が選ばれる指定野菜制度。農林水産省はその指定野菜に2026年度からブロッコリーを新たに加えることを決めました。現在指定野菜はキャベツ、大根、トマトなど14品目ですが、ブロッコリーの出荷量が10年前と比べて3割近く増加するなど需要が伸びていることが理由で、新規の追加は1974年のジャガイモ以来およそ50年ぶりとなります。高まるブロッコリー人気、街のスーパーで聞いてみると、よくね、家庭に並ぶ野菜の中にブロッコリーも入ったっていうニュース拝見して、よく買ってるので、それが入ってなかったんだ1週間に1回届くようにもうしてますね。ブロッコリーはよく使われますか？サラダとか和え物とかによく使ってます。野菜買う中ではだいたい何位ぐらいですか？1位かもしれない。でもちょっと離乳食始まって、少し食べ出したり、子供が好きなんで、はい。売り場かなり存在感ありますが、人気の理由って、茹でてすぐお召し上がりになられるという手軽さももちろんあるんですが、タンパク質が多い、食物繊維も多い、ビタミンも多い、非常に栄養価が高いということで人気の商品ですね。また指定野菜になると価格が大きく下落した場合、生産者に支払われる補助が手厚くなります。では消費者にとってのメリットは？ブロッコリーが指定野菜になったらまた何か変わるんですか？割とですね、相場に影響を受けやすい野菜の一つですので、生産者さんの数も増えると思われますし、またそうなるとたくさん収穫量が増えて値段もどんどん安くなってというような期待が込められるかなと思っています。